材料を原子スケールで造形すると様々な面白い機能を利用することができます。私たちの研究室では最先端の電子線リソグラフィーとオリジナルな無電解金メッキにより原子スケールで制御した極限ナノ材料を造形し、超高速トランジスタ、ガスセンサ、DNA シーケンサーなどの世の中の役に立つ電子機能デバイスを作り出す研究を行っています。電子線リソグラフィーでは学生が自ら作成した CAD パターンを電子線で描画し、数ナノメータースケールの材料を造形することができます。この操作電子顕微鏡像は我々の研究室で作成した白金ナノギャップ電極です。最先端のナノ造形手法により10ナノメーターの線幅、6ナノメーターの逆張を実現しています。この白金ナノギャップ電極にナノスケールの無電解金メッキを行うと、白金の結晶構造を継承しつつ金が球状に成長するヘテロエピテクチャル球状ナノギャップ電極を作成することができます。このギャップ張は原子3個分の 0.7 ナノメートルしかありません。我々が開発した自己停止機能プロセスにより短絡することなく原子3個分のナノギャップを実現しています。このような狭いナノギャップ電極ではトンネル電導などの量子力学的な効果を利用することができます。トンネル電導は10のマイナス12乗秒という極めて短い時間で材料間を電子が横切るため、超高速なトランジスタを作ることが期待されています。我々は半導体として機能する一つの分子を電子がトンネル電導で横切る単分子トランジスタを実現しています。白金ナノギャップ電極と金属酸化物半導体を組み合わせると超高速高感度なガスセンサーを実現できます。20ナノメーターのギャップ張のガスセンサーは従来の12ミクロンのギャップ張と比較して100倍高速なガス応答を実現できます。この技術は高速省電力という観点でモバイルガスセンサーとしての応用が期待されています。白金薄膜とシリコン基板を貫通する30ナノメーターの穴を開けて無電解金メッキを行うことにより合計2ナノメーターの金属ナノポアを作成しています。一本差 DNA がこのナノポアを通過する際のイオン電流を測定することにより DNA の塩基配列を読み取る DNA ナノポアシーケンサーを開発しています。真島研究室では様々な機能を有するデバイスを学生自ら設計、作成、測定し目指している機能を実現することを実践しています。世の中の役に立つ極限ナノデバイスを自分で作りたいと思う方は研究室のホームページをご覧ください。